穴の開いた部屋ある物件の話どうです中は意外と綺麗でしょ確かにこれであの家賃ならかなりお得ですよねでもなんでこんなに安いんですまさか自己物件じゃないですよね安心してください自己物件なんかじゃありませんから 前のマンションの家賃が高かったので近くで安いアパートを探していたそして見つけたのがこのアパートだちょっとためらってしまうような外観だったが中は意外と整っている小さいですがキッチンやトイレお風呂もありますしいかがでしょうかうーんそうですね他に目星もないし安いので。 こここに決めますこうして俺はこのアパートに住むことにした新しいアパートに住み始めて2日目の夜コンビニから帰宅した時に俺は隣人と初対面したどうやら隣に住んでいるのは長い黒髪の陰気な女性だったうわ暗そうな人こんばんはおとといから隣に越してきました中田です 敵を作りたくない主義の俺は近所付き合いもしっかりしておこうと思い明るく声をかけたのだがあっあ,あ,あ,あ挨拶をしたのにこちらに振り向きもせず小さなつぶやき声しか聞こえないあー何言ってるかわかんねえあははすみませんこんな夜中に声かけられたら戸惑いますよねそれじゃあまた コミュニケーション苦手な人って大学でも何人も見てきたしこの人もそんな感じなんだろうと無理に会話を続けず家に入ったお気に入りのお笑い番組を見ていた時ふと何か違和感を感じたあなんだろう まだ新しい部屋に慣れていないだけかと思い、俺は特に気にせず新生活を満喫した。<music> いつもと同じようにテレビを見ながら笑い転げていた時、ゴツンと壁に激しく頭をぶつけた。いた一人ではしゃぎすぎた、と起き上がってぶつけた頭をこすっていると、ふと、 壁に穴が開いていてるのを見つけたあれなんだこれその穴はちょうど人差し指が入りそうな小さな穴だった「おいおい勘弁してくれよまさか頭をぶつけた衝撃で開いたわけじゃないよな」と不安に思いつつ穴を覗き込んでみたうーん壁の位置的に隣の部屋が見えるはずなんだけど。 特に何も見えないな。い穴から見えたのは複雑な模様の赤色だけだったま大丈夫か隣の部屋の中も見えないし俺が開けたわけでもなさそうだ前から開いててきっと覗き防止のために何か挟まれてるんだろうまいつか大家さんに行って直してもらえばいいかとのんきに考えていたので次の日から俺はすっかり穴のことなど頭から抜けていた 何それ変なの <laughs> 俺が不気味な隣人の話をすると彼女はゲラゲラと笑った大声で笑うなよ。隣だから聞こえるかもだろごめんごめん。壁薄いんだっけああいや隣静かだから向こうの音は聞こえねえんだけどさ。まあいいや、今日は飲もうぜ。あもし一人で怖くなったら、いつでも来てあげるから安心してねそれ以来。 彼女はよよくくアパートにに来てくれるようになったその日も彼女がうちに来てくれる予定だった俺の部屋は2階なので階段を上がってくるコツコツという足音が聞こえてくるお来たかと先に扉を開けておこうと思って玄関に向かう鍵を開ける前に彼女が来ているか確認しようと思いドアの覗き穴を覗いてみたするとなぜか外一面に真っ赤な景色が広がっている なんだと慌てながらもガチャガチャと鍵を開け扉を開くとああれ誰もいないあらそんなに私が待ち遠しかったのドア開けて待ってるなんていやちょっと前に階段で足音がしたから開けに来たんだけどそんなこと言って照れ隠ししなくていいのにとニヤニヤ笑う彼女に連れられて部屋に戻った数日後あ洗濯物 洗濯物をかき集めながらふと横を見ると隣人がベランダからこちらを見つめているその日は風が強くいつもは長い黒髪で見えない2つの目がこちらをじーっと見つめてくるその目は瞳も白目も真っ赤に染まっていた俺はその目を見て全てを理解した。 ぐるぐると脳内で今までの出来事が駆け巡る部屋の壁の穴あそこに見えていたのはこの女の目だった部屋と部屋との間に敷居などなかった赤い目の隣人は四六時中ずっと俺のことを見つめていたのだ彼女と勘違いして確認した玄関の覗き穴だってそうだこの女の瞳が映っていたんだあ,あら今あそこのベランダで人が倒れなかった救急車だ あの日俺が気を失って倒れたのを見た近所の住人が救急車を呼んでくれたようだ俺は意識が戻り冷静になってからお見舞いに来てくれた大家さんに静かに尋ねたあの隣に住んでる人は何なんですか目を見たら真っ赤だったんです俺は昨日判明した事実を全て話し隣の女について大家さんを問い詰めたああ 彼女はねその少し病んでいてね目が真っ赤になっちゃったの嫌だったら引っ越していいよわかりましたそうさせていただきます今度の子はあんまり持たなかったな次はもっと家賃を安くしないとあのあと すぐにそのアパートから引っ越したのであの赤い目の女がどうなったかはわからない今でも時々思い出し不意に視線を感じる時があるどこからか赤い目の女が見つめているのではないか